毎月阿蘇の様々な話題を佐藤義興阿蘇市長にお伺いします。ようこそ、視聴室です、えー。今月は少し雰囲気が違います。けれどもいいですね。はい、はい、この阿蘇市の、えーはい、これバックボードというんですが、先月から新しく導入されたそうですね。はい、何回か使わせていただいて、特に消防自動車、はい、軽自動車でしたけれども。はい 日本損害保険の方からいただきまして、はい、でその時も贈呈式ありましたこれ使わせていただいてすごく好評でしたけど阿蘇のいろんなポイントポイントごとにこれが登場するんですね、はい、出てまいりますはいようこそ視聴室にも、はい、登場してもらいました、はい、ありがとうございましたよろしくお願いいたします <laughs> 今月の話題ですけれども3月に入ってもまだまだ寒さの残る阿蘇ですがその阿蘇に春の訪れを告げる火の祭典がありますそれが阿蘇の火祭りです火をテーマとした様々な祭りのことを総称して阿蘇の火祭りと呼ぶのですが毎年3月上旬から4月上旬にかけて市町村一帯で行われます この阿蘇でも阿蘇市でもさまざまなイベントが予定されていますがその阿蘇の火祭りについて火祭りの炎にも負けない熱い佐藤阿蘇市長にお話を伺いますすすありがとうございいまままよろししくお願ずこの阿蘇の火祭りに欠かせないのが阿蘇の大ひもじ焼きこちら3月8日の土曜日に開催される予定ですがこのひもじ焼きの見どころはどういったところでしょうか。 これはやっぱり阿蘇の大日文字焼きちょうど阿蘇には語学がありますけれどもその一つの王城だけというのがありますそこの斜面を活用して日本一といわれると思いますけれども思いっきりあの,の文字を点灯してそしてそれだけではなくてそこから 5km 離れたところ本塚というところがあります。 そこにもまたもう一つ「火という文字を描いてそれが遠くから見ると重なって「炎」という字に見えるもうこれは全国の中でもこの「阿蘇」しかないと思っておりますけれどもその文字を見ることによって阿蘇の雄大さをまた改めて実感できるまた夜空の素晴らしくくっきりと浮かぶこの「炎」という字。 春を告げる一番の最初のイベントだと思っておりますのでどこか皆さんに来ていただきたいと思ってますその5キロ離れた炎、火の字が重なる、はい、この見るポイント、おすすめの場所はどこでしょうかうこれはやっぱり花遊び、それからその周辺だと思います、うん 特にその会場の花遊びの方には午後3時ぐらいから神楽の公演はもちろんでありますけれども、はいろんなステージイベントよさこいとか、うん、子どもの太鼓とかまたいろんなおいしい食べ物いっぱいそれぞれ専門家の人が出しておられますので、はい、そこで楽しんでいただきながら火入れが確か6時ぐらいからだったと思いますけれども。うん その後にまた最後「ふいなれ」を飾るのが打ち上げ花火7時半ごろになると思います<ー>その間どうかしっくりとそのこの火祭りの一つを楽しんでいただければありがたいと思っておりますのでご家族連れででおいいいいいただけるといいと思いますさらにですね3月14日金曜日には阿蘇神社の日降神事。 これについても教えていただけますかこれもまたすごく珍しいんですよね。うん、神様同士の結婚式の日であり毎年3月の中の猿の日にこれを行うと、うんはい、もう昔から決めておられることですけれどもちょうどお嫁さんがいろんなところにお化粧直しをしたりして、うん、そして6時ぐらいに この阿蘇神社の神殿に入ってくるその時住民の人たちが真っ暗ですからだからまず火を灯して道を明るく明るくしていこうそんなところから始まっておりますそれがいつの日かお祝いをするということもあり地域の人たちが日振りをしながら無病息災も兼ねておりますのでそんな幻想的な 風景を醸してくれる日本でもこの日をテーマにしたあの結婚式神事お祭りというのは祖神社だけであると思っておりますのでぜひ参加をしていただいて同じように振っていただけるといいかなと思ってますけれどあのこうかや束は一般の方も。参加でできるんですよねこれはもちろんその結婚をお祝いをする時ですから。うん 参加をされた皆さん方すべてにその茅の振るものを用意をしておりますので遠慮なくあの積極的に自分も振ろうそんなことで参加をしていただけると先ほどの無病息災にもつながってまいりますし幸せがいっぱい訪れてくれるそんな日降り神事だと思いますのでどうかあの遠慮なく参加していただきたいと思います、はい。はい えー、さらにもう一つです3月16日日曜日にはそば、はい、の産地波野で神楽とそばの手打ち体験もあるとお伺いしましたが、はいえー、こちらはどういった催しですか。これはやっぱりレイルような気候の中で特に波野の方は九州の中でもその高原の駅として一番高いところに駅があるという,、うんはい、う一つの自慢の場所でもあるんですね。 そこで取れたそばすごくうまみがあって、えー、また素晴らしいあのこの香りを出してくれますのでそのそば打ち体験を是非とも訪れる皆さん方に振る舞いながらそして楽しんでもらおう特になかなかそばを練ったりするということはありませんので自分でそのそばを練ってそして自分の作ったものを食べていただく。 そんなことを楽しんでもらおうということと浪野の,の伝統的な民族の芸能でもありますあの神楽をまたご披露目しながらその一日楽しんでいただこうそんな取り組みをしておりますのでここも是非家族の皆さんと一緒にいい思い出を作る意味でも参加していただけるとすごくいいんじゃないかなと思います。ちなみに 佐藤市長は僕は一度ありますけれどもなかなかそのやっぱ技術も要りますし、まあ、難しい状態でありましたけれどもでも作ったのには間違いありませんから <laughs> 結構それを食べてみるとあこれが自分の作った味なんだな専門家が作った味とはやっぱまだまだ程遠いなということを感じながらでも充実感をこの中に秘めながら。 食べたことを今でも覚えておりますけれどもじゃあそんなふうに家族のねいい思い出とかにしていただけると、はい、嬉しいですよね。と、はい、思います。今日お伺いいたしました「阿蘇、はい、の火祭」りは阿蘇市観光まちづくり課までお問い合わせください。それでは佐藤市長、はい、最後にあちらのカメラに向かって、はい、これから先の春の阿蘇の見どころについて教えてください。やっぱり今から いろんなところで野焼きが行われます真っ黒な麻生が作られるんですけれどもその後には今か今かと待ち望んでおったいろんな草花が思いっきり太陽の光を浴びて目を出してきますその黒くなった草原の中をしげしげと注目をしてみるとキスミレやあるいはハルリンド こんな素晴らしいかわいいちっちゃな高原の花がいっぱい咲き誇っておりますのでこれが一つの大きな見どころだと思っておりますそれがやがて進んでくると皆さん方が一番楽しみにしているわらびとかぜんまいとかそんなものもたくさん顔を出してきますのでそんなことを家族連れとお友達と一緒に。 また大好きな人と一緒に訪れて楽しんでいただけるそんな魅力のある場所でありますのでどうかその四季折々の素晴らしい楽しみ方をこのあそでやっていただけるとすごく私たちも嬉しく思いますのでどうかお越しいただくように心からお待ち申し上げております、えー。ありがとうございましたでは この今日の話題の中からのクイズをお願いいたします今回のクイズはあの阿蘇の大日文字焼きそこがちょうど王城岳とそれからその下の本塚の方で火が作られますけれどもその距離はどのくらいあるでしょうかこれが今回のクイズですどかどしどし 応募していただきたいと思います。お待ちしております。はいえー、ようこそ視聴室、えー。今月は阿蘇の飛祭りについてお話をお伺いしました。ありがとうございました。あ,ありがとうございました。クイズの正解者の中から抽選で阿蘇おふくろ工房から阿蘇新漬たかな1キログラムを2名様にプレゼントします。雪や霜に打たれ 厳しい寒さの中で育った阿蘇の高菜の新漬けは、一年に一度のこの時期にしか味わうことのできない逸品です。こちらは期間限定商品のため、ショッピングサイト、阿蘇もで現在、ご予約を受け付けています。ご応募はクイズの答え、氏名、年齢、ご住所、電話番号を明記して、ご覧のメールアドレスまで、 メールをお送りください。締め切りは3月28日金曜日までとなっています。また、お電話でも受け付けています。お電話の場合は3月28日金曜日午後5時までにお電話ください。当選者発表は商品の発送をもって返させていただきます。前回のクイズの答え合わせです。 阿蘇市の新たな観光振興のブランド、全の東京ミッドタウンでの展示会はいつでしょうかの正解は、4月でした。たくさんのご応募、お待ちしています。